オーガスタはアメリカ海軍のロサンゼルス級原子力潜水艦の23番艦。艦名はメイン州をオーガスタにちなんで命名された。その名を持つ艦としてはノーザンプトン90巡洋艦6番艦以来5隻目。オーガスタは1973年10月31日にコネチカット州クロトンのジェネラルダイナミクスエレクトリックボート社に建造発注され、 1982年4月1日に帰港した。1984年1月21日にダイアナディ公園夫人によって命名浸水し、1985年1月19日に艦長トーマス W ターナー中佐の指揮下収益する。ソ連海軍は1986年10月3日にバミューダの沖合で、 ヤンキー級原子力潜水艦 K-219 がオーガスタと衝突したと主張した。アメリカ海軍は K-219 は内部爆発により沈没したと主張する。K-219 沈没後の1986年10月20日にオーガスタは紹介を終え帰路につくが何かと衝突し修理のためにグロトンへ戻ることを強いられた。 選手及びそのアレイが損傷しその修理費用はおよそ300万ドルが費やされた。オーガスタが何に衝突したかは公式には不明である。オーガスタはデルタ急原子力潜水艦を追跡しており、一方でビクター急原子力潜水艦に追跡されていたことが示唆される。もし急な方向転換が行われたのであれば、オーガスタはデルタと衝突したのかもしれない。 艦周辺部分に大きなくぼみを持つデルタ級の写真が存在し、ソ連海軍はそれを K-279 と確認した。1987年7月初めに補修は完了し、オーガスタは BQG-5D 高角後継配列パッシブソナー及び BQQ-10 アーシュソナーのプロトタイプを搭載、試験を行った。 同ソナーはコンピューターコンポーネントのモジュール化により容易に改良が行える。2009年2月11日退役。ありがとうございます。